皆さんこんにちは、ひろこです。動画のご視聴ありがとうございます。年末年始は九州へ旅してきました。2022年ゴールデンウィークに続いて2度目です。12月22日金曜日の夜、前乗りで駒門パーキングエリアに到着しましたが、 FF ヒーターの点火不良という最悪のアクシデントに見舞われました。どうなってしまうんでしょう。ぜひ最後までご視聴ください。こっち向かって、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今は、駒門パーキングめっちゃ眠いにいます。あ、そうだ、一応また夜も撮るけど、クリスマスバージョン、このぐらい近くしないと映ったかな。はい、クリスマスです。ちょっと暗いね、夜の明るい時も。はい、昨日は大変でした。のれたけさん、ありがとう。とりあえず冷めないうちに、はい、はい、いただきまーす。今日もホットサンドです。ホットサンドです。今駒門インサパーキングで8時半、うん、8時半、もううちを8時ぐらいに出て、うん、10時ぐらいに着いて、結構早く順調に来て、でそれから渋滞全くなしね。両側で外観のところ、合流のところはいつものように渋滞少ししたけど、うん、そこだけ、うん、でここに着いて、だいたい外気温が1度ぐらい。うん、寒かったね。めちゃくちゃ寒い、うん、で早速 FF ヒーターをつけたところ、うん、今1時間ぐらいして、止まっちゃって、うん、でそれからが大変だった。美ヶ原はね、一発でバンってついで一晩中ずっと大丈夫だった、うん、なんか今日は絶不調で、うん、まあ初めはその駐車してからいつもに FF ヒーターつけたんだけど、なんかそれだとダメみたいで、いろいろネット調べたりしたら、まあエンジンかけながら電圧を高めにして点火するときは電圧が高い方がいいっていうんで、それをやってようやくついて、もうなんか何回もやったからもうよく覚えてないぐらいなんだけど、して今度1時間ぐらい連続運転した後に、あの点火の時の燃料吸い込むコポコポした音が鳴り始め、で一旦その燃焼が多分止まってんだよな、一回止まって、でそれで再点火普通はするんだけど、そこでエラーになって、エラー2っていうのは点火時消火っていう、なんか初めて出たね。うちはいつもしっかり1回やったからね、エラー1だった。でそれをここ全部外して、またあのヒューズを取ってリセットをかけてっていうのを何回かやって、で初めそのエンジンをかけながらじゃないとつかないっていうのが、なかなかそれに至るまでに何回もリトライして、あとあれだ、冷蔵庫も電気食うっていうんで、あ、これもネット情報だけど、弱くして、そう、あの冷やす時は7ぐらいにするんだが、1回冷えたらもう2ぐらいでいい、メモリ2ぐらいでね、それもやって、でエンジンをかけて、で点火して、で1時間ぐらいで消えて、もう嫌になっちゃって、もうそれで何時だろうな、だいぶ遅い時間になったんだよな、1時半とか、うん、違うな、2時半だったかな、1時半か2時かなんかに一旦着いたよかったよかったって寝たんだけど、うん、またそれが起きて、もうしょうがなくて、もう寒いからエンジンかけてアイドリングで、緊急避難的に、で、あのリアヒーター、あのハイエースなんでリアヒーターがついてるんで、リアヒーター回して寝たと。でも、あのエンジンかけてやっぱり、ね、止まっちゃうっていうのは非常に迷惑になるから、あのやりたくなかったんだけど、ここはですね、もう夜中すごいエンジンかけっぱなしの大型トラックがいっぱい止まってて、なんだかそっちが、外出たらそっちの方がうるさくって、うちの車エンジンついてるのかついてないのか全然わかんないと。あとね、あの周りのセダンもね、みんなかけてたんで、普通の車、車中泊してる人はみんな、そうそうそう、ね、エンジンかけて寝てて、うんうん、まあだから迷惑にならないからいいやっていうことで、今回は
特別そういう風にやりました。ちょっと緊急避難的にすいませんって感じ。だけどね、やってみて分かったけど、ヒーターね、やっぱり FF ヒーターの方が全然あったかいですよ。だよね。うん、それから結局3時半ぐらいから6時半ぐらいまで3時間ぐらいかけたけど、あの燃料系見たら結構減ってます。多分1時間あたり2リッターぐらいはいってんじゃないかなって。あ、ハイエースの、うん、ハイエースの暖房がというかアイドリングが、アイドリングが、わ、暖房でかかるんじゃなくて、アイドリングして、うん、で車のヒーターが回ってるだけだ、うん、多分2リッター近くいってて、もう結構あの減りました。でこれたまらんつんで、もう6時半ぐらいにもう一回 FF ヒーター再トライしてリセットしてね、エンジン、まあ、かかってる状態でかけたらまたかかったんだけど、やっぱり例のごとく1時間ぐらいしたらコポコポ音が鳴り出して、うんうん、それでまたエラーになって止まって今の状に至ると。でもうあの7時8時もう今8時半ですけど、日が昇ってきて、外明るくなってきたら、うん、なんかあの暖かいってわけじゃないけど、冷えが少しあの緩和してきたというか、今外気温温度計で見ると5度ぐらい、5度、5.1 度、うん、で室温は19.3 度、そう、あの7時過ぎぐらい、7時ぐらいには一回止まっちゃってる、うん、もう今、ね、時間経つけど止まっちゃってる、うん、19度のまんまなんで、うん、もう今はいいかなと、うん、お日様ありがたいね、もう、ね、本当に。で今回の九州の旅、初っ端からかなりこうあの大打撃というか、このまんま FF ヒーターがこんな調子だと、実はその今晩、今日明日明後日って3日間ぐらい最低気温、あの名古屋もそうだし、鹿児島の方もなんか2度ぐらいで、最高気温も1桁台っていう、結構寒波が来てです寒い、あの日本海が大変な大雪になってるんだけど、じゃあ太平洋側とか、まあ、九州の方もかなり冷え込むっていうことなんで、FF ヒーターちゃんと使えないと厳しいなと。うん、で、今日どうしようかなって、まあまあ、あの、明日からまたね、この前の美しが原高原みたいに、復活すれば、一晩中ずっと問題なく使っていられる状態になればいいんだけど、今日の状態が続くとなると、ちょっとこのまま夜、毎日そのアイドリングしなきゃいけなくなるっていうね。一旦だから今日は、名古屋に行くんで、名古屋のファンルーチさんに後でちょっと9時過ぎに営業開始なんで電話して見てもらえるかどうかちょっと確認しようかなと思います。うん、年末で忙しいとあれだけどね、まあもし食い込んで見てもらえれば、うん、でもちょっと今日は見れないよっていうことになっちゃうと、うん、あ、今晩一晩もう一回様子見てどうしようかなと。九州にファンルーチ、キャンピングカーランドの何かがあったら、鹿児島の方にはないんじゃない、福岡の方とかは調べてないから分かんない、あのだからラックグループ、いやいや、まあいずれにしても状況に今晩様子を見てまた今後のことを考えたいと思います。それじゃあ、うん、これは編集するの大変だな。はい、コマカドパーキングさんありがとうございました。お水もねまたいっぱい汲みました。今から名古屋方面に向かって、FF ヒーターの調子が悪いのでできればそれを見てもらいたいと思っていますね。どうなることか、どうなるでしょう、どうなることか不安がいっぱい、ドキドキできない、気になって、外はとってもいい天気、富士山がバッチリ見えてました。見えたね、もう金曜日はヒーターで大変だった、もう冷え込んだのあ、そか、野井武さん寝不足大丈夫でしょうか、ちょっと疲れたら、ね、そうだね、はいはい、230キロ3時間ぐらい、左からの合流車両に注意してください。はい、じゃあお願いします。はい。
静岡サービスエリアで休憩して休養しました。243キロ走って 42.05 リットル。燃費がだいたい6キロぐらい。暖房もね、つけてたからね。まあまあというとこでしょうか。ただ、なんだ、ガソリン高いです。190円。しょうがないね。高速だからね。うん、しょうがない、しょうがない。はい。お昼過ぎにようやくキャンピングカーランド名古屋店に到着しました。年末のお忙しい中、時間を割いて FF ヒーターの調子を見てくださいました。本当にありがとうございます。11月に美しが原高原で FF ヒーターを使用して不完全燃焼のため巣が溜まったのかもしれないということでオーバーホールしていただきましたが、それほど巣は溜まっていませんでした。電圧が低くてつかないという問題もないそうです。FF ヒーター本体にも問題はありませんでした。もしかしたら配管など別のところに原因があるかもしれません。 FF ヒーターの点火不良問題については現時点ではっきりした原因が分かりません。これからいろいろ試行錯誤した結果をいつか別動画にまとめて皆さんとシェアしたいと思っています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。 FF ヒーターの問題については分かったことをまとめてぜひ皆さんとシェアしたいと思います。見逃さないようにチャンネル登録をしてお待ちください。